はい、こんにちは、横山武史です。今日は、まあこれもやりたい人だけやってみたらいいかなと思うんですけど、夜、いや、まあいいか、朝起きたばっかりと夜の時ってなんかぼーっとしてるじゃないですか。だから潜在意識とか超意識まで入るのかどうかわかんないけど、潜在意識に入りやすいということなんで、ここの朝起きたばっかり、朝ですね、夜、寝る直前っていうのは大切な時間帯だとよく言われるんですね。で、その夜の時に、感謝数え、これ僕ね、まあある社長さん、マルカンでお世話になった、社長さんに教えていただいたんですけど、まあ10個数えて、で僕もこれよく忘れるっちゃ忘れるんですけど、自分がなんか大変になったなとか、なんかちょっと辛いなっていう時にその感謝を忘れてるんですよね。感謝っていうものを忘れてる。だからここで感謝数えをすることを習慣にしたら結構楽になってきたりとか、その感謝を思い出したからそれは楽になったのか、それともその感謝する行為自体で楽になるのか、なんかよくあのスピリチュアルな効果なのか、そのそれをすることによって焦点が変わったのかわかんないですけど、すごく楽になれるんですね。幸せになれるんです。で、例えば、目が見えて感謝とか、足があって感謝とか、ない人もいますからね。で、パソコンが動いてて感謝とか、壊れたりね、ウイルスが入ったりとか、いろんな、実際パソコンがあっても、そのインターネットつなぐお金がない人もいるかもしれないし、でそういうようなことを目が見えてとか、本当に感謝ですよね。そういうことを当たり前の反対が、なんか違う、当たり前の反対が感謝なんですよね。感謝の、だから当たり前のことをどれだけ感謝に持っていけるかっていうことが、僕らのまずは最低限の超基礎で、感謝神経っていうように反射神経のパクリみたいなもんですけど、誰かのセミナーで言ってましたけど、感謝神経、神経ってどうやって書くの、まあいいか、神経かですけど、感謝できる神経を持つことによって、花が綺麗だなとか、あ、これ菩提樹の木かな、これなんかわかんない、観葉植物綺麗だなとか、そういうようなことが大切になってきて、それができることによって全てが積み重なっていってっていう土台になりますので、感謝っていうのが。で、僕自身もできてないことがよくあるんで、一緒に頑張っていこうかなと思っております。以上です。ありがとうございます。